Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you see. 皆様おはようございます。明るく楽しく元気よく本舗三宅でございます。昨日は皆様ご意見ありがとうございました。まあまあね、もう自分で解決できないことはね、今も皆様に聞いてこういろいろとねご指示を受けてアドバイスを受けて解決できるようになってきてますので、本当につながりをありがとうございます。まあもうビタビタの後ろじゃなくて、こうちょっと話しとくぐらいにしときます。うん、もうそうしといたらね、言われることもないでしょうし、まあもう言われへんねん。何やろうね、あの人は。まあストレス溜まってたんかな。まあだからといってね、その人の会社をバーって言うわけでもないし、その人のことをどんな人やったとか言うわけでもないしね。もうそんなん追求し始めたらね、もうダメですからね、人間として。揉め事大嫌いなんで、僕は揉め事が大嫌いなんでね。さあ本日はですね、大阪市内の2軒回りでございます。大阪市内ですね。まあちょっと市内の動画もまた撮ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。完了いたしました。めっちゃ綺麗なところなんですよ、ここ。運河、海沿いに向かい側に USJ のあのホテル群が見えてるところなんですよ。もうね、お魚釣りしたらめちゃめちゃ釣れそうな場所。さあ2軒目はね、市内へ入っていきます。どこから入っていこうかな。弁天4から曲がっていこうか。あ、旅行も行きたいですよね、旅行ね。旅行で思い出しましたけど、僕あれなんですよ、小学校6年生卒業した時に一人旅行したんですよね。その頃ね、電車がむちゃくちゃ好きで、なんか電車の模型とか集める買うとかいうぐらいの年やって、ムーンライト出雲やったかな、なんか急行電車、 JR の急行電車、青春18切符っていうのを買ってね、出雲へ一人旅しましたよ。もう小学校卒業記念やと思ってね、一人で行きましたね。なんか初めはドキドキしましたけどね、一人で電車乗って、寝台じゃないんですよね、長い間乗るんですけど、椅子みたいな椅子に座ってこう寝るっていうようなね。まあ、出雲に着いて出雲大社回って、で一畑電鉄でしたっけね、一畑電鉄乗って、松江、あっこも行きましたね、境港も行ったし、あの松江城も見ましたね。松江城ではね、なんか声かけてくれたおばさまにね、一人で旅行してるのって言われて、そうなんですっていうので話してて、じゃあ一緒にお船乗ろうって言われて、松江城の周り、お堀を船で巡る、そんなんに乗せていただいてね、お昼ご飯も一緒に食べましたね。今やと危ないことなんかな。いや、そんなことないですよね。危ないんかな。怒っていただいたの覚えてますね。初めて銭湯にも行きましたからね。あれはどこで行ったんやろ。あ、ここで行ったんや。境港のなんかフェリーの着くところかでお風呂も行きましたね。もう初めての体験をしたんでね。まあ結構ね、自信つきましたけどね。いろいろと。
だいぶと自信つきましたけどね。帰りはね、また松江から乗ったんやったかな、松江から乗って大阪駅で降りらなあかんのが、もうね、爆睡しててね、気づいたら終点の京都駅でしてね横に座ってた方にね、起こしてもらったの覚えてますね。着いたよーって言われて、まあ今ね、子供にね、一人でちょっと旅行してくるわーって言ったら、お、大丈夫か、行けるか一人でって言ってしまいそうですよね。あの頃親は心配じゃなかったんかな。まあなんかね、今の僕が子供が行くって言ったらね、大丈夫かって思いますけどね。めっちゃ喋ってるな今日。あ、かの有名なタマデでございます、スーパータマデ。あ、タマデでなんか買って帰ろう。お弁当売ってそう、タマデで。タマデでお弁当を買いましょう。さあさあ、早朝に早急に配達完了してしまいました。あかん、タマではまだ弁当売ってないまだええのなかった、早すぎたかな。よいしょよいしょ、よし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 。お弁当屋さんないかな。あんまりこの4トン車で大阪市内もぐるぐるできへんしな。いや、もうできますけどね。それができるようになるんですよね、ほんまに。ずっと来てると大阪市内ってね、ある程度どこでもね、トラック入れるんですよ。実はポン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 って入れるんですよ。一品料理違うな、飛び出しない、ない。お弁当の看板かなと思ったら、クイックエクステって書いてね、全然ちゃうやん若返り美容って書いてカレー屋さんか。弁当屋はねえかな、谷町の方行ってあるんかな。まだ早いですもんね、まだ9時半やしな。ピッツァか飯屋を求めてっていう感じ。飯屋を求めて走っております。もう最悪なかったらまた泉大津やな。よっしゃー、ないかな、自転車危ないで。お弁当売ってるところはございませんかね。大阪市内結構中心部ですけどね、パッと止めれますよね、こういう感じでね。こういう感じって言ったらおかしいけど、こういうところはね。ねえなあ、ねえなあ、これはもう泉大津確定やな。デイリー弁当確定やな。まあいいや、辛ラーメンとなんかお弁当買おう。今日やたら喋るな、ほんまに申し訳ないですね。あ、この泉大津のあの橋の上行ってみましょうか。渡り廊下のところ、渡り廊下あるんですよね、ここ。僕が本舗ナッカ様にお会いしたところですよ、泉大津パーキングエリア。めちゃくちゃ空いてるやん、相性でやん。止め方ね、止め方、後ろぴったりすんのはあれやから、まあ枠のど真ん中で後ろがちょっと空いて前も空いて、このぐらい止めとこ。さあ、泉大津パーキングエリアです自分がめっちゃ映ったな。5階、連絡通路、5階の連絡通路に行きまして、あ、展望ルームやってないんや。5階。知ってました？泉大津パーキングエリア両方行けるの。今陸側やったんですけど、
海側にも行けるんですよ。こんな感じで。あ、監視カメラに映ってんかな。こうね、向こう側にも行けるようになってて、こっからほらほら、わかります？阪神高速がトラック走ってくるのが景色よく見えるんですよ。こっちなの？これ今おったのが陸側ですよね。こっち海側、海側にも行けます。あ、ちょっと待って、海側行ったかて展望台行かれへんかったら意味ないやん意味ねえじゃん。戻ろう戻ろう戻ろう。ホテル、これホテルやったと思う。キララリゾートって書いてあるホテルで、こっちはわからん阪神高速の建物なんかな。陸側もね、海側もね、両方ともこの橋で、この橋で繋がってますんで、うん、両方行けますよ。あ、めっちゃ映ってる、自分が映ってる、恥ずかしい戻ろう。じゃあ3階に戻ります。向こうもね、ショップとかはあるけど、コンビニはこっちしかないからね。よし、戻ろう。来た。じゃあ2階へ行ってみましょうか。2階ね。2階は何があるかって言ったら、駐車場とトイレですね。こうやって撮ってて、開けた時に誰か来たら嫌やから、切っとこうか。2階です。2階はね、こんな感じですよ。自動販売機、何これ、変わった自販機あるんやけど、ジョージアの引き立てコーヒーの、ちょっと今はやめとこう、カップやから。自販機、派手な自販機と、あと一般車用の駐車場と、おトイレがあります。トイレ行っとこう。昨日はですね、多数のご意見ありがとうございました。まあガーンと言われて僕もちょっとね、萎縮してしまいましたけど、まあ止め方ね、難しい考えなければいけないんかなと思いましたけども、まあ皆様のご意見をもとにですね、まあ後ろもちょっと開けて、前の方が多めに開けるという止め方を僕は選択しようかなと思います。ただですね、まあ、こうやって怒られることによってですね、今回はまあ僕ちょっとは間違ってはなかったのかなっていうところで、まあ落ち着いたんですけども、まあまあ、間違いもね、中には僕自身があるところもあると思いますので、もしぜひですね、間違いがあるところがあればですね、その点もご意見よろしくお願いいたします。さあ、切り替えていきましょう。久しぶりにわーって言われたから結構落ち込んだな。もう揉め事嫌いなんでね、もうマジで揉め事嫌いなんで喧嘩っ早いとかそういうわけじゃないんですけど、もう今日は気分一新、もう安定の美味しい辛さ辛ラーメンですよ。もうね、ファミリーマート行ったけどね日頃の行いが悪いんか、お弁当の陳列棚に一つもお弁当がなかった。マジでですよ、一つもなかった。あの時間あかんねえやな。10時半頃に行ってしまうとお弁当がゼロなんですね。僕がこうパーキングから出ようと思ったら、お弁当の配達の車が入ってきたんで、まあ時間に来るようになってるんですね、絶対ね。なのでチキンも買いました。チキンとおにぎり2つ、おかかとマグロのなんかわさびと、あと持ってきてた
これで、モンスター今日も買ったんですけど、実はね、朝一本買ったんですけど、車に忘れてきて、もう一本買いました。オレンジ色。とりあえずモンスターからいっとこう。まあ何食うても何飲んでもうまいんで、味の違いは分からん。何これ、ミックスロール。あ、中に、え、すごい、中にナポリタンとなんかとタルタルが入ってる。これあれですね、画面がまた上すぎてるな。こうしよう。ナポリタン側からいただきましょう。マリオパン1個でスパゲティとコロッケ味わえた。お得だね。お得ですね。さあ、いただこう。シャー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 、いただこう。今日はもう安定の辛ラーメンですよ。もうこの辛ラーメンが一番うまい。辛ラーメンが一番美味しいでございます。あー、ちょっと伸びた。つゆがめっちゃ少ななった。でもこれぐらいがいい。後でつゆだけ飲むのは辛いから。ちょっとね、皆様のコメントを読ませて、まあ昨日から読ませていただいてたんですけど、返信をしておりました。うん、前向きに行こう。でもほんまに何か僕に非がある場合は、これはもう絶対に言ってくださいね。もうそれはね、改善すれば成長につながると思っておりますので、うん、失敗は成功のもとっていう言葉が好きなんですよね。失敗を続けたらただのアホですけど。いただきます。熱いな。熱いな、これ。今日の BGM は祭りの鳴り物にしましょうか。いろんなところに行ってね、このだんじりの音をね、取りに行くんですよ、鳴り物の音。どんだけ好きやねん。聞いてると落ち着くんですよね。だんじりのね、だんじりの鳴り物の音がもう一番落ち着く。
太鼓の音聞いただけでもね、あ、ごちそうさまでした。どこの町のどこの、まあどこの町の鳴り物やとかね、分かる方いっぱいいてるんですよ。さあ、関西空港での作業と横持ち漁泉まで完了でございます。よう頑張った自分で自分を褒めたいと思います。さあ、今日はよく喋った一日やったなさあ帰りましょう。なんか明日が休みっていうのが変な感じ。さあ、本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いいたしましょう。さようなら。